ビルちゃんバードトラビスにスパッそうさみんなはトラジンボールとブームやってくれるかいボールとブーム Yes we can おはようみんなおはようおはよう今日の仕事はねえ面白いこといいえみんなは一日お休みよ今日は窓枠を作る作業だけなんでねなんだ仕事なしかあービーどうしたビー逃げろよあれ怖がって逃げなきゃダメだろカカシは鳥を怖がらせるのが仕事なんだ怖くないの自信がなくなってきたなやあスパット早く仕事に行かないとピクルスさんが畑で君を待ってるよサボってること黙っててくれよな早く行った方がいいよ怒られても知らないからね待てよトラビスもし君が鳥だったら僕のこと怖いと思うさあどうかな僕は鳥じゃないし想像してみてよじゃあ怖がらせてみてよしだあそれだけなのかでもパパもこうやってたしじいちゃんもひいじいちゃんもこうやってたんだよそうかでもさそれじゃ最近の鳥は怖がらないかもしれないなでもオイラの鼻はとんがってて怖いし腕だってほら細長くて不気味だろ空手でもやってみたらどうだいスパットじゃあまたなうるさいいいかオイラだってやればできるんだ見てろよタッチこれならバッチリだ見ろ鳥が近寄ってこないこれからは空手で行こうはーやーよー左へワンツースリーファイブシックセブンエイトジージーおああごめんね運動してたから気づかなくてあ頼んでもいいかなピクルスさんからノコギリを借りてきてくれないか持ってたはずでしょうんでもちょっと見当たらないんだ分かった行ってくるじゃねあ急がなくていいよゆっくりでいいしばらくは使わないからああこれでやっと静かになったぞボブ一軒の家に窓枠はいくつあるんだいいくつってそれは家の大きさによって違うよどうしてどうしてって一軒一軒違うからさでもさあディジーを追いかけてくれるかい一人じゃ不安だろうからああ分かったよまた後でねはいディジーバックも行くよさあただいまなんだか違うねどういう意味あ前と感じが違うスカーフを新しくしたとか、うんズボンを変えたとか？トラビス、バット。あ、バット、トッドの花。あ、そうだ、花がないんだ。からかいのよせよ。ない、花がない。お願いだみんな、探すのを手伝って。花がないカカシなんて鳥から笑われてバカにされちゃうよ助けてお願いお願いお願いこんな顔誰にも見られたくないよ落ち着いてスパットで最後に花があったのはいつわからないよトラビスだって今まで花がなくなったことなんか一度もなかったもんじゃあ歩いたところをたどってみようそう探偵みたいにそうだな昨日の夜は納屋で眠ったいつもと同じにそれから道を歩いて畑に来たんだよし行ってみようでも僕は畑にいなきゃピクルスさんに怒られちゃう任せといて君は畑にいていいよ僕とマックで探してみる農場に行く途中僕も手伝うよありがとう友達ってありがたいなピクルスさんにクビにされるかも花がないカカシなんか鳥が怖がってくれないよああ、こんなに探したのに
にどこにもないよ。言えてる。でも鼻がなきゃスパッドは困るよね。じゃあ似た形のものをつければいいんじゃない？長くて尖ってるもの。それはいい考えだ。やる気はあるかい？もちろんさ。ああ、どうだった？僕の花無事に見つかった？それがなかったんだよ。必死に探したんだけど。でも君の花と似た形のものを集めてきたよ。ほら、君たちの気持ちはありがたいけどさ。ああ、元気出してつけてみてよ。そうだね、せっかくだし、いいっていうまで見ちゃダメだよ。じゃじゃーん。ひどいや、笑うなんて。お、うまい。これはどうだい？ダメ、大きすぎるよ。これは変だよ。じゃあこれ。ダメダメ。これはもっと変。今度はどう？最悪。これならどうだ？あ、悪くないけど。そう、これならいけるかな。残りはあと一つだけだ。これは？ああ、ちょっとね、君らしくないよ。ああ、もうどうでもいいや。なんで抜けないんだ。でも顔に何か。わっ、スパッと。君の花だよ、戻ってきた。やった。でも一体どうなってるんだ？モグラの穴に落ちたんだ。そうか、空手をやってる時に落ちたのかも。空手？どうして急に空手を始めたの？鳥を脅かすのに役に立つかと思ってさ。君はそのままで十分怖いと思うよ。本当？本当さ。スパッドは怖いか？もちろんさ。スパッド仕事に戻ります。これでよし、いい出来だ。自分で言うのもなんだけど。よくできてるわ。ところでマックとディジーが帰ってこないけど、どこに行ったの？おいでスクープ、二人を探しに行かなきゃ。よし、乗って。あれ、あ。見てごらんスクープ、こんなところで気持ちよさそうな顔して寝ちゃって。あ、一体何をやってたんだ。あ、スパッド、驚かすなよ。びっくりした、本当に。ああ。ごめんよ、でも驚かすのが仕事だから。ありゃボブ、ごめん、いつの間にか居眠りしちゃった。あ、すぐにノコギリもらってくるね。もういいんだよディジー、窓枠は完成だ。行こう、眠いんだろ、うちに帰るぞ。じゃあなスパッド、またね。じゃあね。またね、怖いスパッドくん。おー、ハンサムに戻ったじゃないか。違うよ、怖いスパッドと呼んでくれ。じゃあ。黙っててくれよな。早く行った方がいいよ、怒られても知らないからね。待てよトラビス、もし君が鳥だったら僕のこと怖いと思う？さあどうかな、僕は鳥じゃないし。想像してみてよ。じゃあ怖がらせてみて。よし。だ、それだけなのか？でもパパもこうやってたし、じいちゃんもひいじいちゃんもこうやってたんだよ。そうか、でもさ、それじゃ最近の鳥は怖がらないかもしれないな。でもオイラの鼻はとんがってて怖いし、腕だってほら細長くて不気味だろ。空手でもやってみたらどうだいスパッド。じゃあまたな。うるさい、いいか、オイラだってやればできるんだ、見てろよ。タッチ、これならバッチリだ。見ろ、
鳥が近寄ってこない。これからは空手で行こう。ほーやーよー左へ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ジジお、あ、あ、ごめんね、運動してたから気づかなくて。あ、頼んでもいいかな。ピクルスさんからノコギリを借りてきてくれないか。確か持ってたはずでしょ。うん、でもちょっと見当たらないんだ。分かった、行ってくる。じゃねー。あ、急がなくていいよ、ゆっくりでいい。カタモン、じゃあ歩いたところを辿ってみよう。そう、探偵みたいに。そうだな、昨日の夜は納屋で眠った、いつもと同じに。それから道を歩いて畑に来たんだ。よし、行ってみよう。でも僕は畑にいなきゃピクルスさんに怒られちゃう。任せといて。君は畑にいていいよ。僕とマックで探してみる。農場に行く途中、僕も手伝うよ。ありがとう、友達ってありがたいな。ピクルスさんにクビにされるかも。鼻がないかかしなんか鳥が怖がってくれないよ。どこにもないよ。言えてる。でも鼻がなきゃスパッとは困るよね。じゃあ似た形のものをつければいいんじゃない。長くて尖ってるもの。それはいい考えだ。やる気はあるかい。もちろんさ。あ、どうだった、僕の鼻無事に見つかった。それがなかったんだよ。必死に探したんだけど。でも君の鼻と似た形のものを集めてきたよ。ほら、君たちの気持ちはありがたいけどさ。ああ、元気出してつけてみてよ。そうだね、せっかくだし、いいっていうまで見ちゃダメだよ。じゃじゃーん。ひどいや、笑うなんて。お、うまい。これはどうだい。ダメ、大きすぎるよ。これは変だよ。じゃあこれ。ダメダメ。これはもっと変。今度はどう。最悪。これならどうだ。あ、悪くないけど。そう、これならいけるかな。残りはあと一つだけだ。これは？ああ、ちょっとね、君らしくないよ。ああ、もうどうでもいいや。なんで抜けないんだ。でも顔に何か。あ、スパッと、君の鼻だよ、戻ってきた。やった。でも一体どうなってるんだ。モグラの穴に落ちたんだ。ボブとブーブー、やってくれるかい。ボブとブーブー、 Yes we can。 スキップ、マック、ディジー、ローリー、面白いこと。いいえ、みんなは一日お休みよ。今日は窓枠を作る作業だけなんでね。なんだ、仕事なしか。あー、ビー、どうした、ビー、逃げろよ。あれ、
怖がって逃げなきゃダメだろ。カカシは鳥を怖がらせるのが仕事なんだ。ピー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 。怖くないの？自信がなくなってきたな。やあスパッと、早く仕事に行かないと。ピクルスさんが畑で君を待ってるよ。サボってること、しばらくは使わないから。これでやっと静かになったぞ。ボブ、一軒の家に窓枠はいくつあるんだい？いくつって、それは家の大きさによって違うよ。どうして？どうしてって、一軒一軒違うからさ。でもさ。ああ、ディジーを追いかけてくれるかい？一人じゃ不安だろうから。ああ、わかったよ。また後でね。はあ、おい、ディジー、バックも行くよ。なんだか違うね。どういう意味？あ、前と感じが違う。スカーフを新しくしたとか、ズボンを変えたとか。フラミー、バット。あ、バット飛ばしてる花。あ、そうだ、花がないんだ。からかいのやつよ。探すのを手伝って。花がないカカシなんて鳥から笑われてバカにされちゃうよ。助けて、お願いお願いお願い。こんな顔誰にも見られたくないよ。落ち着いてスパット。で、最後に花があったのはいつ？わからないよトラビス、だって今まで花がなくなったことなんか一度もなく。